富国生命ビルは東京都千代田区内幸町にある超高層建築物、富国生命保険の本社ビルである。同地にあった富国間の改築として1977年4月より着手され1980年1月開業した。内幸町、日比谷地区発の超高層ビルであり、拡張高く将来的に見劣りしないビルを目指して、 単位面積あたり当時の一般的なオフィスビルの1.5倍の建設費が投じられた。天井高に6メートル柱のないオフィスフロアを確保している。入居した企業が事業に成功した事例が話題を呼び出世ビルと縁起を担がれることがある。日本国外の企業が多くオフィスを構えているのも特徴の一つである。ビルの周囲は公開空地で 緑道や、広場、陶芸家、中村兼平による、陶器製の滝や、桑原広森、佐藤健次郎の彫刻が置かれている。日比谷公園側エントランスホールには、ジャコモ・マンズー、エミール・アントワーヌ・グールデルの彫刻、ギュスターブ・クールベの絵画などがあり、2ヶ月に一度サロンコンサートが開催されている。都営地下鉄三田線内幸い町駅及び地下街、日比谷シティを通じて、 日比谷国際ビルジング、日本プレスセンタービルとつながっている。ありがとうございます。